それではこちらの論文を自然言語処理研究室の川淳が紹介いたします。こちらの論文は、まず言語学習者の書いた文の誤り検出を行うタスク。ラベル付けをするような手法で、補助目的の訓練という訓練時の訓練を工夫することで、その有用性、工夫した際にその有用性があるかというようなものを検証しました。で、以前の誤り検知のシステムと同じパラメータなどしていると、より良いパフォーマンスを達成したというようになっています。で、イントロダクションです。言語学習者が、作成した文ではそのいろいろなタイプの誤りがあるので、さまざまなタイプの誤りを識別する必要があります。例としてはその機能語の誤った使用であったり、その内容誤りをより正確に検出できるシステムを構築します。で、その単語が正しいか当てはまっているかっていうような日常測だけでなくて、既存のデータから抽出できる情報を予測するような学習を、並行して行うことで、より良い、検出が行えるんじゃないかというようなことを試みます。こちらが、一般的なもののモデルになっていて、日常速のみのモデルになっています。で、入力は単語を入れて、それを XT でその単語ベクトルとして入れて、最終的にその単語が正しいか誤っているかというようなラベル付けを行います。で、というようなものを予測するというような学習を並行して行うことで、より良い誤りを学習することができ、その結果その誤っているか正しいかというような検知の精度を良くするといったようなものになっています。で、その別のタスクとしてその一緒に学習するものですが、こちらのような5点のものを今回は用います。一番上がフレクエンシーということで、単語の頻度、その入力された単語が訓練データにどれぐらい出現するかというような単語を予測させます。で、続いてエラータイプについては単語の誤りの種類を予測するといったものになっています。で、ファーストランゲージというのは、こちらに関してはその母語と学習者の母語とその学習者が間違いやすい誤りの種類というものに関連があるということで、こちらを入れているようになっています。で、パートオブスピーチということで品種を予測するというものと、最後に単語間の依存関係を予測するといったようなものを学習させます。で、その具体的な内容がこちらになります。一番上のワーズがその入力する単語になっていて、次のターゲットが正しいか誤っているかという、最終的にテストにするときも予測する日の成比の並びになっています。で、フレクエンシーが先ほど言いました通り、訓練データ中にどのぐらい出現するかというようなものを予測します。で、ランゲージがその母語となっていて、あとはエラータイプ、ポスで GR といったように、なります。で、学習するときはその、ワードを入力して、ターゲットと例えば、フレクエンシー、ワードを入力してターゲットとポスといったような組み合わせで、学習を行います。では実験についてです。ベースラインとしてこちらの YLSTM を用いてステートオブジェクトを達成したというようなこのモデルをベースラインとして用います。で、データセットとしては FC データセットとこの2014のシェアドタスクのテストセットを用います。で、パラメータはこちらのようになっています。で、こちらがその行った結果になっています。で、上の、テーブル2を見ていただきたいんですけど、こちらで分かる通り、フレクエンシーとランゲージを
使った場合には、何も入れない場合よりも、性能が落ちていることが分かります。で、それにと対照的に、誤りの種類や、品種の予測、かかり関係の、予測といったようなものを入れた場合は、高い、スコアになっていることが分かります。で、考察としてエラーズ、エラーのタイプを、入れることでより良い学習ができているっていうのは、誤りの種類のについ、それぞれの誤りについてより良い学習ができて、より良く学習できているっていうことで上がっているのではないかというようなことになっていました。で、一番下のところでは、その製品の日時と、誤りの種類と、品種と、その単語の依存関係というものを、一緒に学習した場合のものになっていて、それが一番良いスコアになっていることが分かります。で、全体的に見ると、結局、品種を入れる場合のスコアが一番大きく上がっているというような、品種を入れた場合、つまりこの、メインシステムと品種、または、エラー、ポス、GR といったものを入れた場合にかなり、スコアが上がるということが分かります。で、下がコノル2014の結果になっていて、こちらでも同じような、結果が得られていることが分かります。で、続いてその、マルチタクシ、このようなマルチタスク学習に関する研究で、複数のデータセットを用いて同じシステムを最適化することに重点を一般的に置かれているので、この研究の有用性を示すために、こちらのデータセットを用いて訓練を行います。で、この用いる方、訓練を用いて訓練を行う方法ですけど、2つの方法で訓練を行います。1つ目はそのベストのタスク、先ほどの3つの、チャンキング、NER、ポスの予測といったようなポスタリングといったようなこの、それぞれのタスクで、訓練した後、誤り検出のデータセットを訓練するといったものと、さっきの別のタスクのデータセットと、誤り検出のデータセットを交互に訓練していくといったような手法で訓練を行います。で、まず、別のタスクで訓練した後、誤り検出のデータセットを訓練するといった方についての結果について説明します。その結果がこちらの表になっていて、コノル2000を補助で用いた場合に、スコアは上がっているんですけど、最初の実験と比較してその上がる割合とは大きく大幅に小さくなっていることが分かります。またもう一つの、交互に学習していく方で見ると、スコアが上がらず、逆に下がってしまうというような結果になっていることが分かります。で、この原因の考察としてはその、学習に用いた3つのコーパスというものがのというもののドメインが大きく変わって、テストのコーパスと違うために、うまく学習ができなかったんじゃないかというような、考察をされていました。続いて、一般的なマルチタスクラーニングとして、利用可能なタスク固有の訓練データが少ないときに、高い効果が出るということを期待されているんですけど、実際に最初の実験でもその訓練データはあまり多くなかったんですけど、大規模なデータセットで、訓練した場合どうなるかという効果を検証しました。で、データセットに使用したのはこちらの3つのコーパスになっていて、合計がこちらのような量になっています。で、訓練時に学習するタイプはその、単語が正しいか誤っているかっていう日と、品種の予測になっています。それで訓練を学習を行います。その結果がこちらです。で、結果の、まず FC の結果を見てみると、あまりその結果が上がっていないような、あまり性能が上がっていないような結果になっています。で、これがなぜかというと、追加のデータとして学習に用いた CLC データセットというものは、FC とドメインが同じ、FC データセットと同じために、あまり、より良い学習ができなかったのではないかということで、考察されていました。しかしこの2014の方では、結果がこう、FC より大きく向上しているということで、
コノルの2014のデータは、FC や CLC のデータドメインと違うということで、そういったような異なるドメインのものでも高い性能が追加して学習することで発揮できるということが分かります。コンクルージョンです。言語学習者の作成した文の誤り検知を改善するために、その系列ラベリングに補助的な損失関数を使いました。で、パスタリングや、文法的な関係で誤りの種類というようなものを一緒に学習することで、誤り検知に有用であることが分かりました。で、利用可能な訓練データが限られている時だけでなくて、多くの訓練データを使用した場合でも、この手法は有効であるというようなことを、確かめました。以上になります。